空き箱チャンネル。正解は越後製菓。はい、ということで今回は年末になるとね、毎年やっている越後製菓ってやるね、この鏡餅型、越後侍ボタンを作りたいと思います。はい、パソコンでちょっとねフリー素材を改造しまして、ピンポーンってねCM のような音を作りまして、ケーブルをつないでですね、録音します。で録音したものがこちら、まあ、こんな感じかなと、そしたらですね、また録音ボタンを取っちゃいます。はい、材料はねこういう感じですね。まずは、お鏡餅、犬年のねホームセンターで売ってたんで、これをねちょっと分解して使います。で解凍用のこのボタン、押しボタンですね。でこれはね100円ショップのケースなんですけども、これはね実際は逆さまにして使います。はい、中はこういう感じですね。このピンポーンって鳴らすの基板と、でそれからリレーですね。言いますのも、こちらねこれは 3V なんですけども、リレーとか、LED に使うのがですね 12V なんですね。で後で入れますけども 12V の電池です。で電圧違うので、そのね、こっちの基板に流れてしまうとぶっ壊しちゃうので、このリレーをねうまく応用します。ケースに窓を開けます。ここにね越後侍って解答権のねランプがつくようになっています。でね、まずはドリルでこうやって穴を開けました。そしたらね今度ジグソーでこれにねこう線上にですね、切り込みを入れていって、ここにね窓を作ります。はい、窓がね開きました。でね、まあ向き的にはこう使うんですけども、ちょっとねまだ若干曲がってはいますけども、ここにねフレームつけて使うので問題はないと思います。ちゃんとね手抜けるときはしっかり、抜くのもね、工作のスキルの一つということで、じゃあね中の、配線をねしていきます。はい、穴はねこういう感じで開けてます。まずはね音の基板用のこのネジの部分ですね。でそれから、まあ、もうつけてますけどもリセットボタン、それから解凍用ボタンをね後からここで通します。でね一応スピーカーから音少しでもねよく聞こえるように、ここにもねスピーカー用の穴を開けています。でね、ここにですねパーツを取り付けていきます。はい、解凍ボタンの方なんですけども、まずはねこれを、ばらします。中のね餅を取るとこういう形になります。ちなみにね、真似してみたいという方は、これね物によってケースだけがですね、ケースは透明で中の餅がね白くて透けてるものもあるんですね。でそういうものだとただのね透明になって、まあその餅自体をね光らせても面白いとは思うんですけども、ですねここにね、ボタンを、ドリルでね穴を開けてボタンをね取り付けていきます。はい、これがねざっくり描いた回路図です。こちらね、まずは回路を組みました。でね、こちら、ボタンを押すと、ライトがつきます。で、一回押すとね、つきっぱなしになります。これね、自己保持回路というやつです。で、ここを押すと、リセット、オフになります。でね、これだとまだ音が出ないので、こちらのリレーですね。リレーに、1チャンネルね、空きがありますので、ここにですね、ピンポンのボタンをつけていきます。リレーとね、これをつなげましたので、押すと音が鳴ります。オフする時にもちょっと鳴っちゃうね。まあ多分リレーのノイズとかちょっと逆電流が影響してるのかなと思いますけども、まああえて気にしないことにします。じゃあねこれを中にねホットボンドとかでねつけていきます。はい、なんとかねケースの中に収まりました。ちょっとね線が長すぎたかなって気がしますけども、まあいいでしょう。あとはねこれを閉じて前の部分をね作れば完成になります。じゃあね続けて、頑張っていきましょう。それではですね、解凍ボタンの、名札のとこですね。ここ意外と、手間かかりそうな感じですね。まずはプリンターでですねちょっと厚めの紙にこのね黒い枠をつけました。でこれやることでですね光が、これね切った口がちょっと曲がっているので、これでね無理やり修正しちゃいます、ね、こういうね、合理的な手法もね結構大事だったりします。はい、続きましてトレーシングペーパーにねこの、解凍ボタン用のですね越後侍って書いたものですね。で本当はねプリンターでこうプロのね、フォントを使いたかったんですけども、トレーシングペーパーにねうまくプリンターで印刷できなかったんで、まあちょっとね、写しました。まあそれっぽくなったかなと思います。ここにとりあえずねセロハンテープかなんかで、押さえておきたいと思います。はい、そしたらですね、仕上げにこのね、丸越と書かれたこのボタンですね。これ何年か前のですね、越後製菓の、解凍ボタンね、こんな感じになってました。ということで、これを貼り付けて、ちょっとね、はみ出た部分は、切り取って完成となります。はい、というわけで、なんやかんやありまして、このように、越後侍ボタン、完成です。はい、ということでね、今回は、このね、越後侍ボタン、作ったわけなんですけども、いかがだったでしょうか。これね、子供の時からね、あのボタンを押してみたいって思ってたんで、どういう子供だよって話なんですけどもね。これね、いろいろ応用できると思います。今回は CM のね、ピンポン、越後製菓っていうのを真似して、これで作りましたけども、普通にね、解凍ボタンとしても、改造のね、仕様によっては、これね、ただのボタンなので、何にでも使えますので、皆さんのね、好きなようにアレンジしてみてください。回路についてはですね、次回、解説します。それでは、みんなも作ってみるフィーユ。またねー。